富山湾に春の訪れを告げる白エビ漁が解禁されました。富山県の新湊漁港では合わせて2400キロの白エビが水揚げされました。薄ピンク色に透き通る白エビは富山湾の宝石とも呼ばれ、北陸新幹線の開業直後は高値となりましたが、去年からは落ち着いてきています。水揚げされた白エビは北陸地方や東京などに出荷されるということです。白エビ漁のピークは11月末まで続きます。